アグジャケラトプスは、中世代白亜紀後期カンパニアンの北、アメリカ大陸に生息していた恐竜の絶滅した属、長板目つの竜下メケラトプス科に属する。属名アグジャケラトプスの意味は、アグ派、発見地名の角の顔。以前は、カスモサウルスマリスカレンシスとして知られていた種であったが、別属であることが判明し、新たな属名が与えられた。アグジャケラトプスマリスカレンシスの復元図。 アグジャケラトプスマリスカレンシスと人の大きさ、比較アメリカ合衆国コロラド州、ウッドランドパークのアグジャケラトプス様態の骨格発見は1938年でテキサス大学による3つのボーンベッドが発掘された。特にそのうちの1つは72%が何らかのケラトプス類で構成されており、それらには様々な体格、年齢のものが内包されていた。また、 ツノリュウの標本が、ウィリアム・ストレインによって、ビッグベンド国立公園から収集された。1989年には、ボーンベッドが20個体以上のケラトプス類からなり、いずれも未知のカスモサウルス属の同一種であるとしたレーマンは、これらの標本を、カスモサウルスマリスカレンシス・チャズマソリス・マリスケイレンシスとして記載した。これによりカスモサウルス類の頭部形態の個体差、 そして成長過程における変化についての知見が深まった。基地の C マリスカレンシスの頭骨要素は限られており、フリルをなす骨はいずれも部分的であった。しかしながら、フリルはかなり太く短いことが伺われ、臨場骨には円臨場骨が6つしか存在しないことが明確であった。さらに歯骨も奇妙な形状であり、本州の独自性を示唆した。また、 発見された上眼角と臨場骨には二つのタイプが認められた。上眼角は後方に強く湾曲して左右に大きく開いたタイプおよび湾曲が弱くより垂直に伸び左右にあまり大きく開かないタイプである。そして臨場骨は短いタイプと長いタイプがある。レーマンはこれらが性的二なりであると考えた。しかし標本の保存状態の悪さゆえ、 今日参考にされることは稀である。また、この時点でレーマンはペンタケラトップスとの類似性も指摘している。その後1991年にさらに多くの標本がシカゴ大学のポールセレノの率いる探検隊により収集された。頭頂骨が失われていることを除いて、ほぼ完全な頭骨も発見されたが、その標本はテキサス記念博物館へ送られ、1993年に tmm 43,098から1として記載された。その臨場骨は非常に長く10個の円臨場骨が認められた。これはケラトプス類で最多である tmm 43,098から1の臨場骨も完全には融合していなかったもののビッグベンド国立公園で見つかった別のどの臨場骨よりも融合が進んでいた。このことから ヘラトプス類の臨場骨の形態や円臨場骨の個数の際は成長段階の違いである可能性が示唆された。またはビッグベンド国立公園の保存の悪さに起因するともみなされた。また TMM43098 から1の細長くまっすぐ上に伸びる上が安価格は別の標本に見られる太く短い上が安価格とは大きく異なっていたがこれも 同様の理由で分類には影響しないとされた。1938年にテキサス大学とは別にオクラホマ大学に同行したラングストンによって発見され、オクラホマ自然史博物館に収蔵されていた死種を含む大きな骨格アマン1万81もアグジャケラトプスであることが確認された。その後の系統解析でーマリスカレンシスがカスモサウルスではなく、 ペンタケラトプスを含む分類群に含まれるようになり、それに際して、ルーカスラによって2006年に親属アグジャケラトプスが与えられた。一方、他の標本と形態変異が激しすぎると思われていた TMM43098 から1であるが、アグハルイ相上部血眼部層から新たな上眼ガ価格が発掘され、これが TMM43098 から1同様に、 細長い形状であった。太く短い上眼価格を持つ標本は、アグハ層の上部血眼武装の下部からのこの発見により、2016年にアグジャケラトプスの基地の標本のうちこれまで未記載だったものがまとめて記載された。同時に、TMM43098 から1を、ホロタイプとして、新種アグジャケラトプスマベリクスアグジェセラタプスマバーカスが記載された。 近年の研究では、成長に伴う大幅なホームレッドの増加は起こらないことが示唆されている。メディアによっては、アグジャケラトプス属共通の特徴として、まっすぐ上に伸びる上眼科格が紹介されている場合があるが、上述の通りその特徴は、エーマバーカスをエーマリスケイレンシスと区別する形質であり、全くの誤りである。同時にペンタケラトプスとの類縁性の説明として、 短いフリルが紹介されているケースもあるが、実際は、その分類においてフリルは関係はなく、むしろ、ペンタケラトップスのフリルは、アグジャケラトップスのそれよりも、相対的にも、絶対的にも長い。骨格図アグジャケラトップスは、ペンタケラトップス及びカスモサウルスの両方に似ている。しかし、その短いフリルから、おそらく、ペンタケラトップスの先祖ではなかったことが伺える。アグジャケラトップスは、 現在のテキサス州にあたる地域に生息しており、後期白亜ンパン海に相当するアグヤルイソウで発見された沈殿物の性質から当時は湿地であったとレーマンは考えた。ありがとうございます。